スを握っているのは新潟です。しかし琉球も交代カード2枚目上原、高さのある上原のエトー決まった上原慎也、上原慎也の今季初ゴール、琉球が再び新潟を勝ち越しました。いやこのクロスもね良かったですけど、よく合わせましたよね上原選手。いやここポストに当たって見事に入りました、上原、変に、ね、体をひねらずしっかり当てて、はい、枠に入りましたね、それがね。ちょっとこれ琉球サポーターからするとしびれるゴールになります、はい、上原は2年10ヶ月22日ぶりのゴールなんです。実はすごいですね、これファーストタッチじゃないですか、もしかしたらファーストタッチ、そうですよね、かもしれないですよね、まあ、もしかしたら触ってる